宇都宮線地漢冤罪事件は1997年に宇都宮線で起きた地漢冤罪事件である。被害者のでっち上げの可能性も指摘されている。宇都宮線地漢冤罪事件は1997年10月14日朝に JR 宇都宮線東大宮駅から大宮駅に向かう電車内で起きた地漢事件である。この事件で被害者へに対して パンツに手を差し入れた上に陰部に指を挿入して、わ説な行為をしたとして、被告人 B が逮捕された。被告人は否認したものの検察は、強制わ説容疑で起訴した。裁判では、被害者 A の供述の信用性が争点となった。1998年3月20日に、浦和地裁第2刑事部は、懲役1年6ヶ月執行猶予3年の、 有罪判決を下した。昼間健一裁判長は判決で、A の証言について信用性があるとして、弁護側の慎重さからして犯行は、不可能だとする主張に対しては、満員電車の中では、不可能ではないと結論付けた。弁護側は控訴した。1998年12月2日、東京高裁第三刑事部は、一審判決を破棄して、逆転無罪判決を下した。 島田二郎裁判長は判決で被害者と被告の慎重さからして被告人が直立した状況で犯行が不可能であること被害者 A が痴漢を避けようと行動を起こさなかったことや犯人確認においても推論を述べたものだとして女性の証言について全面的に信用できるとは言えないとした検察側は彫刻せずに無罪判決が確定したありがとうございます